皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回は最強の種目シリーズ、勝手にシリーズ化してしまいましたが、最強の肩トレーニングについてお話をさせていただきたいと思います。まあ、これまでですね、最強の大胸筋種目とか、最強のね、お尻を鍛える種目とか、内転筋種目とかね、そういうお話をさせていただきましたけども、今回はね、肩の筋肉についてお話をさせていただきたいと思います。で、まあ、ズバリ結論から言ってしまうと、私が考える最強の肩トレ種目はミリタリープレスですね。立って行うバーベルのショルダープレスになります。なぜかと言いますと、まあ、肩のトレーニングでいくと、ジムでね、いろんな人がよくやってるのは、まあ、サイドレイズですよね。サイドレイズとか、あとはインクラインベンチに横になって、インクラインサイドレイズとかですね、ちょっとマニアックな方でいくと、ケーブルを使ってこうサイドレイズやってね、ネチネチ追い込んでる方なんかもいらっしゃいます。まあ、その他にはね、ダンベルショルダープレス一生懸命やってる方なんかもよく見かけるんですけども、このミリタリープレスをやり込んでる方ほとんど見たことありません。それこそね、パワーリフターさんとかボディービルダーさんみたいに競技をやってる方は結構ですね、ミリタリープレスを好んでやってる方いらっしゃるんですけども、ちょっとね、いい体になりたいとか趣味でトレーニングしてますみたいな方で、このミリタリープレスを一生懸命やってる方って正直ね、ほとんど見たことがないんですけども、きつくて難しい種目ではあるんですけども、この種目をしっかりできるようになっておけば間違いないだろう。この種目さえできればもういくらでも応用が効くんで、もうこの種目だけはぜひぜひできるようにしていただきたい。まあ、年中やりなさいっていうことでもないんですけども、ある程度の重量でできるまではしっかりやり込んでおいていただきたいなというふうに私は思っています。じゃあ、他の種目と比べてミリタリープレスのどこがいいのかというお話をさせていただきますけども、まずですね、こういうショルダープレス系の種目というのはコンパウンド種目といいます。1回の動作で2つ以上の関節が動くトレーニングをコンパウンド種目といいます。ショルダープレスの場合は肩の関節と肘の関節、2つの関節が動きますのでコンパウンド種目になるんですが、こういったコンパウンド種目っていうのは一度にかなり重たい重量を扱えます。なので一度にたくさんの筋肉を重たい重量で鍛えることができるので、筋肉を増やす効率が非常にいいと言われてます。ちょっと想像していただいたら分かると思うんですけども、サイドレイズをショルダープレスと同じ重量でなかなかできないですよね。まあ、例えばショルダープレス20キロでやってますっていう方は、20キロでサイドレイズできるかっていうと、まあ、まずできないと思います。反動を使ってね、もう思いっきりもうブンブン振り回すぐらいじゃないとできないと思います。まあ、それぐらいですね、ショルダープレスはサイドレイズとかね、そういうレイズ系の種目に比べて高重量を扱うことができますので、筋肥大の効率も良くなります。まあ、決してサイドレイズがダメだって言ってるわけじゃなくて、サイドレイズみたいにピンポイントで肩の筋肉を刺激していくっていうのも必要ではあるんですけども、まずね、基礎を作るっていうところでいくと、ショルダープレスをしっかりやり込んで重量を伸ばしていくっていうのが効率よくですね、筋肉を増やしていくためにはおすすめなんですね。ではその次に、そのショルダープレス系の種目の中で、じゃあなんでミリタリープレスがいいのかっていう話になるんですよね。なんでベンチに座ってやるダンベルプレスじゃダメなのとかね、ショルダープレスのマシンじゃダメなんですかっていうところについてお話をさせていただきたいんですけども、ミリタリープレスの場合は立って行うので、姿勢とかフォーム、まあ上げる軌道ですねが綺麗じゃないとそもそもちゃんとできない。バーベルを頭の上に上げられないっていうところがあるんですね。しっかりお腹に力を入れて体をまっすぐに保って、まあ、上に上げる。そのためにはしっかりね、体幹に力を入れるっていう技術も必要ですし、肩周りにもある程度の柔軟性がないと真上に綺麗に上げることができません。まあ、その点ですね、ベンチに座って行うダンベルショルダープレスとかマシンでのショルダープレスって、まあ、ベンチに支えられてるんで、ある程度ですね、フォームが雑でも上がっちゃうんですよね。楽に上がっちゃいます。それでね、できてるからいいやっていうのも一つなんですけども、きちんとしたフォームができてないのにそれで一応上がってるからいいやっていうことで、マシンとかダンベルのショルダープレスばかりやり込んで重量を上げていくと最終的には怪我をします。まあ、当たり前ですよね。フォームがしっかり身についてない、綺麗なフォームが身についてないのに一応上がるからいいやで、どん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 ね、
重量を上げていけば必ずどこかでフォームが乱れて関節に必要以上に負荷がかかってしまう局面っていうのが出てきます。重量が上がれば上がるほどその危険性っていうのは増してくるわけで、フォームが固まってないのに重量を追いかけると怪我のリスクが上がってしまうので、基本的なショルダープレスの綺麗なフォームっていうのを覚えるのに一番理想的なのはこのミリタリープレス、立位で行うバーベルのショルダープレスになるんですね。だいたいこのミリタリープレスがちゃんとできている方はベンチを使ったショルダープレスでもマシンのショルダープレスでもショルダープレス系の種目はもう何でもしっかり綺麗なフォームでできるようになります。他にもこうマシンとかダンベルでねちゃんとできるのにわざわざこんな難しい種目できるようになる必要あるのかって思う方もいらっしゃると思うんですけども、長期的な視点でね見ていただいて怪我をせずに長くねトレーニングを続けていただくっていうことを考えると、この基本のねミリタリープレスのフォームを覚えていただいて綺麗にできるようになっていただく、である程度の重量を上げれるようになっていただくっていうのが肩の成長のためのね一番の近道、それに加えて怪我をせずにトレーニングを続けていくための一番いい方法だと思っています。私はこう競技をね目指してトレーニングを始めた当初ってミリタリープレスの重要性を知らずにですねやりたい種目ばっかりやっていたので、結局ですね肩を怪我してしまったんですけども、皆さんもねそういうことのないようにぜひこのミリタリープレスのね正しいやり方っていうのを覚えていただいて肩をね効率よく鍛えていただきたいと思います。はい、今回は肩トレの最強種目というお題で話をさせていただきました。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。